あ、それ貸して。はぁ、何何リカコやってたのもっとあったろ、かっこいいさ俳優さんとかさ、もっといっぱいいたなんでリカコなの、ね、リカコじゃん、サングラスをさ誰が毎日スムージー飲んでるいや知らないけどね、リカコさんがスムージー毎日飲んでるかは知らないけど、そういうイメージじゃん。飲んでるでしょ、うん、絶対飲んでるよ。なんか変わったやつとか入れてそうだよ。ああ、入れてそう。ドラゴンフルーツとか入れてそう。ドラゴンフルーツとか、そうそうそう。今日は、かい焼きを食べようと思ってるんですけど、いいね。本当は、昨日の夜に食べようと思ったんです。うん。で、そしたらちょっと帰りが遅すぎて、そう。で、まあそれは全然構わないんだけど、うん、ちょっと、そんな深夜にこんなん食べてたら僕らちょっともう、胃が今日はもう、無理なので、うんうん、朝にしました。そう。うん。美味しそう、うん、え、もう早速焼いてく、うん、やっぱったかな、うん、美味しそうじゃないこれ、わいいっすね、はい、食べよう、足りないけどね、足りない、あります、お魚もあります、あとで焼きそばもあります、うん、もう串外そうぜ、いやー意味ねえじゃん、正解え、だって焼き鳥串外す人でしょ、焼いた後ね、え、うん、外した方がいい、いやいや、どっちゃんどっちゃんでもさ、待って、これどうやって食うの、これ、殻ごとこうやって食うってこと、これ。いや、それは、もう結局外せって言ってるようなもんだけど。そうよ。外してもろて、外してもろて、剥いてもろて、食ってもろて。うん、わかった。うん。これも焼く焼く焼く。わ、うまそう。うん。あとそこにバターと醤油準備してるから。え、今いや、もうちょっとかな。あ、ほんと？うん。ロゴです、誰も真似しないと思うけどやめてくださいあーあー、いい感じなんじゃない、え、そんな早くできる感じね、意外と、え、火強いかな、ちょっと弱める、あ、でも、まあ、いいじゃん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 。いや、最近さ、はい。なんかもう、蚊が出始めたじゃん。うん。で、昨日のさ、寝るときもさ、うん、もう蚊がプーン、あ、出たよ、みたいな感じだったからさ、蚊取り線香をさ、炊いて寝たらさ、朝5時ぐらいに。あ、そうそうそう、びっくりした。火災報知器でね、目覚めたよ。いや、ほんとに、報知器が、ぐわーってなって、うん、火事です、火事です。それで起きて、で、あれってさ、なんかボタンを押せばさ、消せるの。俺、届かなくて。早く消したい。早く消したいって言ってなったの。そうだ。もう、鳴った時の翔太を再現してあげようか。もういいよ。寝てんじゃん。うん。なるほど。りょうちゃんみたいな。めっちゃパニクってたよね。なんか、もう寝ぼけてたんだろうね、多分ね。あれってさ、うん、映画だけかな、うん、なんかの映画見たときに、あれに、うん、なんか炎がバッてなったときに、うん、水が大量に出たの。あー、スプリンクラーね。うん、あれ違うの？あれ違うか。え、あれは何なの？じゃあそもそも。あれは、初期消火のための、やっぱり、スプリンクラー。スプリンクラーっていうやつ。初期消火。ほら、火を探知するでしょ？はいはいはい。そしたら、うん、すっごい熱に弱い、なんか金属みたいなやつがついちゃって、うん、それが熱で溶けるのよ、そしたらそれに反応して水が通ってる管がついてるからそこからチーッてで小さい火事だったらもうそれで消えますよみたいな、うん、なんでわかんない、なんでわかんない、だって逆にわかった人いるわかんないで、で要するに出るの、そうそう水が出るの、あ、出るんだね、そうそうそう、オッケー、水が出るのよ、そうそう、え、一回バター乗せよう、もういいんじゃない、バター乗せて、こっちね、こっち、え、どうやって切ればいいの、あ、もういいよ、普通に、え、で、何グラム、うん、じゃあ20、20？ うん、本当に
こんぐらいあるよ、多分。ないよ。え、もういい。まあ、測ってみる？測ってみる？ 10 でこんなもんでしょ。なんか切れてるバターとかそんなもんで。そんないらない、そんないらない、そんないらない。20ってこうだからね。測ってみようか。じゃあ5。5ね。でも俺それで20くらいあると思うんだけど。え、じゃあ測ってみる？うん、測ってみよう。測ってみよう。これがなんだっけ？20だと思う。これ5でいくわ。うん。これが20か5か。うん。19でした。ほら、こんぐらいだった。あ、いや、だからこれでいいんじゃん。これでいいの？あ、いや、半分かな。半分。うん。そう。これをどこに？ここに。ここに。ここ？そう。ここ？まあまあ。いや、どこ？どこ？どこ？ここ、それ、ここ。ここ。ここ。ここ、違う、ここ。そうそう。あ、ここね。そう。めんどくせえわ。いや、いい感じよ。うん。すごく感じ。ねえ、ちょっと、どう？なんすか？うん。何が？トリートメントを始めた。え？おめでとう。おめでとうなんかわかんない。おめでとうってなんだよ。なんかさ、復活動画の一番最初の時にさ、あ、はい、言ってた、ね。なんかトリートメントをやってみたっていう話をしたの。で、この間ね、髪を切りに行ったのよ。うん。そしたら最後の最後にさ、お兄さん、トリートメントしてますって言われて、うん、してないですね、シャンプーだけで終わってるんですよって言ったら、うん、あ、やっぱりって言われて、やっぱりって、うん、それは良くないやっぱり、そうそう、良くないやっぱりって、はいはいはい、言われて、はい、でもかなりちょっと傷んでるところがありますよ、ね、みたいな、ほら、あー、って言って、ほらでも確かになんか一番最初さ、切る前に串でさ、うん、溶かされるじゃん、はいはい、それさ、めっちゃ引っかかるの、そうだからさ、もうトリートメントしようと思って。いや、そうだよね。うん、で、お兄さんに勧められるがまま、うん、シャンプーとトリートメントも買ってきたよね。ああ、どう？わかんない。わかんない。そんな目ではわかるもんじゃないだろう。ね、これキューティクルだと。ないの？そういう感想ないの？プリッ？ない。ない。あ、もうそれいいんじゃん。もうそれいいんじゃないの、うん、食べよう。うん。ちょっとお皿ちっちゃいけど。あ、全然大丈夫よ。え、こう？うん。いいよ。いただきます。うん。食べてよ。うん。ちょっと一回止めよう。うん。食べて。うん。いただきまーす。え。あ、そう。ちょっと。うわ。うま。美味しい？いただきます。うまくない？うん、まねえ、うん、びっくりするほど重い。え、醤油かけた方がいい感じ？あ、かけてもいいと思う。でも、うん、かけなくても全然美味しいんだよ。あ、うんうん。あ、ちょっと待ってね。おしまるちゃん。あ、ダメ。あ、うん、うんこ食べた。あ、おしまるちゃん。まあ、いいんだけど。なんで朝ごはんさ、あげてんのに。あ、くわえた。あー、入った。ほら。いや。え、まあ、そこかな。なんかおとなしいなと思った。なんだこのうんこ待ちって。よし、はい、食べて、それもこれも食べていいの？ええ、うん、え、うん、結局外さなきゃいけないの、これ。これ多分串をこうやってやってくれた人もこのまま食うことを望んでないよね、きっとね。そうかね。あの焼き鳥とかはさ、なんか串を外すのはなんか、うんうんうん、なんか敬意、うんうんうん、敬意、あの、相手を思うみたいなやつを、敬意、うん、を損なうみたいなこと言う。いや、敬意を損なう。え、言葉違うな。串を焼く人に対して失礼なんじゃないかみたいな。ああ、あるじゃん。せっかくね。そう。時間かけて。でも、これに関してはもう、串取って食べることを、多分串をやってる人は思うよね。あ、確かに。多分ね、そこまで考えてないんだよ。ほんと。わかんない。あ、もう、めんどくせえ。やってる。このバイトめんどくせえ。確かに、そうです。
これはそのままいや、食べてみて。足りなかったら、なんか醤油、マヨネーズでもいいと思う。ああ、ああ、いいね。あ、うん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 。マヨネーズはいいね。うん、うん、うん、うん。お、入れるよ。うん。何うますぎ。うん。ちょっと魚も焼こうか。おぉ、すごいね。うん。これ一回、うん。一回、グリルでは焼き。一回グリルでは焼いてるけどね。そういう時もあるじゃん。すんごい火炒めてみたいな。うわ、うん、まい。ほら、うわ。え、いや、ホタテうまい。ちょっとホタテもうちょっと焼いてもいい？うん。てか、うん、あのこの串のホタテがうまい。ね。うん。これもうまいけど。うん、こっちも美味しい。いや、剥いた方がいいんじゃないかな。ちょっとどうしてもさ、めんどくさいよね。ちょっとこういう時貧乏根性が出ちゃうからさ、ああ、もう全部買わないと。でも食べれるんじゃん、美味しいじゃん。そんなないね。うんうんうん。まあ今までさ、はい、今うちらもう付き合ってからだともう結構なるじゃん。はい、結構でもないけど、うん、ある程度なるじゃん。別れたいと思ったことある。なんなの急に。いや、あるかなと思って。本当のこと言うと、うんうん、あるのかな。ある。でも、俺も言うと、うん、瞬間的によ。瞬間的に思ったことはある。でもみんなあると思うよ。瞬間的にとかね。それをずーっとだったらさ、もう別れた方がいいなと思うけど、うん、なんかお金の価値観とか使い方ね、とか、使い方、時間の使い方とか、ああ、まあ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 でも、うん、まあ難しいね、うんうん、そこは、なんかいい意味で言えば、うん、なんかその人の良さとかも言えるだろうし、うんうんうん。その性格が合ってるだけが全てではないとも思うし、うんうんうん、は思うかな。難しいけど、うんうんうん、いいこと言ってる。いいこと言ってる。本当いいこと言ってる。いいこと言ってる。うん、ありがとう、うんうん、食べ、うん、いやでもそうよね、うん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 、お金の価値観とかさ、うん、あと食べ物の好き嫌いとかさ、はいはい、食が合う合わないとかさ、あ、やっぱそういうのがさ、うん、きっかけになる時もあるよね。何が決定だね、そう。え？決定だ。あ、決定だ。うん。メモしとくか。絶対それしないように。なんか、もともとお金をすごく貯める俺人間なんだけど。うん。そう。でも、この人が結構お金使う人だから、うん、とは思ってたけど、うん、ただ、なんか、最近になって、うん、お金を、貯めるのももちろん大事だけど、うんうんうん、今しかできないことにお金使うことは大事かなと思ってて、そうだと思う。まあ年を重ねることによってどんどんなんか欲もなくなっていくんだって。うんうんうん。で、聞くよね。その若い時にお金を使わないで貯めてきて、うん、大金を残してなくなることも、うんうん、多いんだって、うん、とかいう話をいろいろ聞くと、うん、ちょこちょこ使うことは大事かなと思ってて。そうね。うんうんうん。うんうんうん、やっぱ自分のためになることだったりとか、うんうん、世のためになることもさ、自分がそれしてあげたいとかさ、うん、いうことが、もしあればさ、全然そういうのに使った方がいいと思うよね。そう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 。もう変にさ、残してさ、ただ単に貯金だけして、銀行に入れとくだけとかでさ、それでもう使うことなく死んじゃったとかさ、そうそうそう。ってなるとね、うん、やっぱそれはそれでなんか、何のために貯めてたんだろうってなるよね。残す人がいればまだいいと思うの。はいはい。うん。相続とかね。うんうんうん。させたいっていう人がいれば。うん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 。それはそれでその人のためになるからいいなと思うんだけどさ。そういう人もいなかったらさ、うん、どうなんだろうね。どうなんのあのお金。誰もなんか相続する人がいないってなったら、誰が持ってるのあのお金。貯めたお金。銀行のものとかなんのかな。ああ、わかんないの。それめっちゃ最悪じゃない？遺書とかに残しとく？あ、なんか俺はその葬式とかは
今のとこの考えとしては別に、まあなくてもいいかな、みたいなことを思ってはいるんだけど、じゃあ何にお金使うかって言われたら、まあ、どうなんだろう。なんだろうね。うん。難しいよね。でも、一番いいのは、うん。お金、ちょっと待って。大丈夫。じゃあ、ちょっと待って。なんか、いいこと言いそうで嫌だ。なんか、今思ったのは、なんかそのお金が必要、出してる人に渡したいなとか思ったけど、なんかいいこと言う感じが嫌だね。いいじゃん、いいことじゃん。いや、だから嫌なのよ。もうあれよ、みんなもう。うん、泣いてる。泣いてる。泣いてる。わぁ、めっちゃいい。めっちゃいい子やん。なんか、お金のせいで、その、進学できなかったりとかする子に渡られたら、本当はいいよね。ああ、まあそうね。ね。うんうんうん。まあ、そこら辺でね、翔ちゃんもちょっと苦労した過去があるからさ、やっぱ、同じ、うん、俺と同じことを味わわせたくないみたいなさ、めっちゃうまそうじゃない、うん、ちょっとこれもちょっと。これそこ、ここに置く？こういうこと？うん。わーい。食べよ。そのままね。うん。いただきまーす。いやー、でも翔ちゃん真面目だわ。やめろよ、そういうこと言うの。マジ。営業妨害だった。うん。いや、そんな。いや、もう全然。てか、そんなキャラじゃないよ、ね。そんなことねえかんな。ほんとに。普通にうんこするから。みんなするわ。違うな。普通におなら、どこでもするからな、こっちは。うん。エレベーターの中でする？するするする。超迷惑。どこでもするよ。うん。あれよ、この後、うん、焼きそばもできるからね。ああ、いいね。え、焼きそばも食べる？食べたい？俺もちょっとお腹いっぱいになってきた。あ、いいよ。いや、いい、もうそんな。え？作ろうか。いやー、え？これ何ご飯？朝ご飯。うん。じゃあ、昼ご飯。昼ご飯？うん。え、ブランチ。なんだブランチって。なんだよ。なんだっけ？朝ごはん、朝ごはんって言って、朝ごはんとお昼ごはんの間。うん、え、それは何なの？朝なの？昼なの？どっち？ブランチ。え、ブランチ食べたらランチは食べないの？夜までも食べないこと？ああ、まあ人によるんじゃない？いや、朝昼を一緒にして、あと夜食べるとかいう人な、あれなんじゃ、ブランチ。ああ。あ、いいよいいよ、焼きそば作るよ。作る作る作る。いやー。作ればいいんでしょ？作ればいいんでしょ？もうやめて、怒らせるやつやめて。もう、単純すぎ。翔ちゃん乗ってくれるかな、本当に。最近のさ、なんか翔ちゃん、ねね、なんか良くないな。ネタになりつつあるからさ。いや、いいんだけどさ。うん、ええあ、えチキン南蛮あるよ、チキン南蛮。とりあえずチキン南蛮、うん、食べてあげようか。食べよう。え、てかさ、俺さ、うん、髪を切ったの、うん、どう？いや、似合ってるよ。いい感じよ。もうちょっと、年相になってきなった。いや、もぞもぞじゃん。ちょ、こっち向いてみ。年相っていうか、若いと思う。俺さ、この髪型をしたらちょっと、何、顔が小さく見えるみたいな感じっていう考え方だったんだけど、え、なってなくね。え？そんなことない、なってるよ。なってんの。こっち見てみ。うん、あー、ちっちゃい。もうやめろよ、ほんとに。思ってもねえくせに。いや、思ってるよ。思ってないでしょ。なんでそういうこと言うのよ。いや、いいよ、別に思ってなくても。思ってる？なんかでもさ、身長高くてこんな人いるよね。こんな、あこんな頭がね。こんな頭の人。いる。ね。羨ましいよね。羨ましいよね。スタイル良くてね。うん。ごめん、そのままで。全然いいよ。なんか基本さ、一、うん、日一食だからさ。うん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 。この時間食べるとお腹いっぱいになるかな。そうなんだよ。仕事の時ってなんかもう朝昼食べずに夜だけみたいなことばっかりだ。休みの日になんか昼とか食べるとさ、もう夜まで食べれないよね。うん、言うてまたなんか夜は夜で食べちゃうから。よくないよね。その時は。まあいいんじゃない？そんなにカロリー摂取してないと思うよ。ああ。一日通して。うん。夜だけだったら。なるほどね。そうだよね。うん。さあ焼きそばも、焼きそばどうしよう。焼きそばいいかな。焼きそばいい？あ、もうあれなんだ、夜でもいいよ。焼きそば。
うん、難しい。悩むね。いいよ、悩んで悩んで。夜まで食えないってなると悩む、ね、だって言うてどうせまたなんか食べれんの。食べるでしょ、昼。あ、ほんと。うん、だってこれから出かけるよ。どんどんに。あ、言ったじゃん、買い物って。ああ、買いたいね、服と、うん、靴と、うん、買いたいね。うん、いいよ。うん、うん、うん、もうホタテは良さそうです。うん、食べよう。あ、なんか一気にお腹いっぱいになってきた。あ、ほんと。うん、てかさ、俺さ、前さ、うん、ランチとか行った時さ、うんうんうん、もうご飯何杯でもおかわりできるとこじゃなきゃ嫌だったのよ。ああ、そうよ、絶対食べるから。うん、でも今はもうおかわり一杯でも半分ぐらいでちょうどいいわ。ああ、年取ったね。まあ健康になったんじゃないっていうポジティブ。年？そうよ。うん、アラサーだよ。うん、だからアラサーの髪型にしたいん。あ、これアラサーの髪型なの？これさ、松下洸平が最近来てるじゃん。あ、もう松下洸平こんな感じじゃない？ね、わかる？本当にあれなんだけどさ、イケメンがストーンの髪型じゃない？あー、うん、だからした。誰だっけ？もう忘れた。じゃん、もう俳優の名前がね、もうどんどん出なくなってくるから。あの人、あの人、あの人ってなるから。吉沢亮。あー、吉沢亮。吉沢亮思いつかないの？同じ名前なのに。で、なんでそこにメガネしてんの？もうやめてって言ってんじゃん。なんかさ、もう、やめてよ、もう。あとこれね、これ。もうなんかもう反りすぎてさ、もう逆に入ってないみたいな。ここえ、どういうこと？いや、なん、まあ、なんてよ、お前。文句しか言ってない。そんなことないよ。どんなやつだよ。